伊豆半島に春の訪れを告げる恒例の川津桜祭りが開幕しました今年で二十九回目を迎える川津桜祭りは町民参加のおもてなしがテーマで地元の子どもたちが踊りで歓迎の気持ちを伝えました今年の川津桜は気温が高かったことから 去年より一週間ほど早い開花となりました。現在河津桜の原木は三分咲きで河津川沿いの桜はまだ一部から二分咲きの状態です。満開は今月二十日前後になる見込みです。ちょっと天気が悪いんですけど十分綺麗に見えます。早く咲くからどうしてもやっぱこう気持ちワクワクしますよね。これから。 河津城全体でおよそ8000本もの河津桜が咲き誇り、街は華やかなピンクに彩られます。河津桜祭りは来月10日まで開かれています。